松島丘陵は宮城県のほぼ中央を置いて松島湾の周辺に発達している環状丘陵である。船形山から松島湾まで丘陵地帯が続いている。宮城県の西部には大湯山脈が南北に連なり複数の火山が並んでいる。宮城県西部の中ほどにある船形山から東南東方向へ大湯山脈の死脈が伸びており、 これの東側が松島丘陵として発達している。松島丘陵南東部は沈水していて、これが多東海の継承地である、松島湾である。松島丘陵の南には七北田川が、北には吉田川が流れていて、吉田川を挟んで、大松沢丘陵が松島丘陵と並行する形で発達している。松島丘陵の北東には、成瀬川があり、これを挟んで、 朝日山丘陵が北向きに続いている。また、西側には長町理府線断層帯が走り、これを挟んで富谷丘陵が連なる。ただし資料により、周囲の丘陵地を含めて松島丘陵とみなす場合がある。松島丘陵は解析の進んだ比較的平坦な地形で、山頂部の高度は標高100メートルから210メートルの間で一定していない。 ただし、100メートル以下の場所では、似たような高さの稜線が連続し、丘陵地北部では50メートル前後の抵抗性がある。全体的には、松島丘陵の地形は北に向かってなだらかであり、南に向かって険しく、西側が高く、東側が低い。また、松島丘陵は、松島案内の地形の維持に関係しているとされる。 いくつかの大河川が流れ込む仙台湾沿岸では、堆積により、中石平野が形成されたが、松島湾は、松島丘陵に囲まれているため、湾内で堆積が起こらず、沈水地形が今に残ったと考えられている。松島丘陵の地質は、凝海岸、砂岩、シルト岩で構成されており、これらは波による侵食に対して脆いため、海岸に海食岩を発達させる。 仙台市に近接する松島丘陵では、住宅地の開発が進んでおり、県民の森、宮城県総合運動公園といった自然公園、運動公園もある。松島丘陵は地盤が安定しているため、想定される宮城県沖地震では、周囲の中石平野と比べて震度が小さいと予想されており、工業用地や流通用地として開発された部分もある。また、 松島丘陵には、貝塚や城跡が点在している。里浜貝塚や西の浜貝塚、大木囲古井貝塚が、貝塚の例である。これらは、松島丘陵の標高数十メートルの場所にある。城としては、道の区国府の多賀城、利阜城、岩切城、松森城があった。これらは主に平野との際の丘陵と粒城にあった。仙台平野は、松島丘陵より、 北側の仙北平野と南側の仙南平野に分けられる。また仙台湾では宮城県内の地域区分として松島丘陵により県北と県南に分ける慣例がある。歴史の面では松島丘陵により北の江戸川と南の紀内政権側とに分けられた。松島丘陵には多賀城が置かれ、それを境として北側は黒川井北従軍。 南側はナトリーナン14軍として区別された。南側は早い時期から機内政権の支配下に入ったのに対して北側には多数の城作が作られた。戦国時代には松島丘陵を境に北が加西市や大崎市の領土で南が機内から東に進む山道と街道は松島丘陵の南の岩沼で合流し松島丘陵を越えると また参道と街道とに分かれた。方言については、松島丘陵により、単語のアクセントにおいて、北の東京式アクセント地域と南の無アクセント地区とに分かれる。松島丘陵自体のアクセントは、両者の混在、あるいは、繊維地域となっている。ただし、アクセントは異なるものの語彙は同じであり、両者とも仙台弁に含まれる。食文化の面では、松島丘陵より、 北側の旧、仙台藩の領域では、里芋を用いた秋の鍋料理を芋の子と呼び、鶏肉、醤油味が主流であるのに対し、南側では芋煮と呼び、豚肉、味噌味が一般的である。また、松島丘陵より、北側の仙台藩の地域では、餅文化が発達している。この地域では広く見られるが、町おこしに使用している宮城県内の自治体はなく、 岩手県一の関市が主に使用している。ありがとうございます。